金山城は山形県西上郡金山町近山にあった城。別名の立山城で呼ばれることが多い。形式は山城である。天正9年に、もがみ義満が、小野寺義道を攻めるために、現在の山形県西上郡と秋田県小月郡を、分ける湯や峠のふもとにある金山の地に、家臣の丹与素在門に命じて城を築かせた。 現在の金山町中心部の町割は、丹与祖左衛門の時代に作られたものである。しばしば、仙北の小野寺市と付近の雄や峠付近で、小競り合いがあり、与祖左衛門は、出陣を繰り返している。端氏の後は、酒延べ秀綱の家臣、園部彦右衛門が戦国で入場した。続いて、慶長末年までには、同じ酒延氏の家臣、川田三右衛門が上代となっている。 元那八年、最上家が最上騒動により、幕府に改役されると、伊達市によって廃城になった。山頂付近に、本丸と二の丸らしき遺構が残されている。麓の万宝院に現存する長屋門は、金山城の大手門、宝園寺に現存する山門は裏門を移築したものと伝えられている。新城方面から国道13号を右折すぐ。金山城、 役場及び金山小学校の裏山が金山城である。通称内町地区が城下町に相当する。ありがとうございます。